じゃじゃーん。ハムちゃんの尻尾の方からこそっと毛が取れたので、えっって思っていろんなところをツンツク引っ張ってみたら、スルスルするとこんなに取れちゃいました。本人は今ワンサマニャン様のぶっとい骨をかじって楽しんでます。いやー、7月はアンダーコートが抜けてる感じだったんですけど、今になって、多分オーバーコートの長い方の毛が随分ごっそり落ちてきてます。毎日掃除してるんですけど、朝晩だいたい2回掃除してもなんかこんな感じで結構たくさん毛が落ちていたので、相変わらず髪毛期が継続してるのかななんて思ってたんですけど、よく見たら今度は、オーバーコートが抜ける時期になったようです。本人はまだアンダーコートも生え揃ってないと思うので、だいぶ毛が少なくなってますね。えアミちゃん大丈夫、取らないよ。こんな感じ、このね長いのがどんどん取れてって、こういう短いのだけになりそうです。もはやラブラドールに見えてきました最近ね。えアミちゃん実はラブラドールだったの。これ秋になってまた生え揃うんですかね。なんかハムチャほどこんなに毛が抜けてる子が周りにいなくてちょっと動揺してます。お尻の方は脳皮症があったんですけど、この辺って別に全く脳皮症ではなかったので、ただ、薬用シャンプーとかはしてましたし、最後一発で効いたマラセブシャンプーはパパが全身にやってくれたみたいなんですけど、その影響なのか不思議です。でも最近栄養がちゃんと行き渡ってるのか、こう毛にツヤが戻ってきました。一時全然食べなくなっちゃった時はなんとなくこの毛ツヤが減っちゃったような気がしたんですけど、最近キラキラしててまた前みたいに戻ってくれた感じがします。キラキラね、ハムちゃんキラキラ、ハムちゃんキラキラ可愛いよ、可愛いよハムちゃん、美味しい、頑張って ね、食べ応えがあるよねこれね、大好きだねこれ、というわけでこの長い毛はどんどん抜け落ちていきそうな感じです。全部抜けたらさすがに毛がなくなっちゃうんだけど、でもちょっと触るだけでこんなにポロポロ取れちゃって、じゃあもうピュー、全部取れちゃうのかな、じゃんまさに本当にラブラドールになっちゃうよ、ね、楽しみだね、どうなるかしら。これからも経過観察をしていきたいと思います。